おいおい、そんなに震えてどうしたんだ？腹でも下したか？まったくいつも拾い食いばっかりしてるから。このアホウメ、そんなことしとらんわ。かなりびっくりしたんで、いきなりの大声はやめてもらえませんか？そんなことよりも霊夢、私はもう我慢できない。なんなんだよ？爆裂魔法ぶちかましたい。それはお前もう病気だよ。まあお前の気持ちもわからなくはないから、爆裂魔法をぶちかましていい場所に連れて行ってあげよう。え？マジで？ああ、マジの大マジ。早速連れて行ってくれー。爆裂。爆裂。爆裂。ということで、呪霊の皆さんからクレームが多数届いております。あのバカ野郎どもめー。呪術廻戦ファントムパレード。では今回は12章の EX2 を攻略したいと思います。ただの爆裂魔法を打っただけなのに、それが大問題になってるんだよ。賠償金を含めてお前らちゃんと稼いでこいよ。わかりました。ではとりあえずミッションクリアでの報酬ゲットを目指したいと思います。まずはこのパーティーで15ターン以内のクリアを目指します。そんでもって次は離脱霊人のミッションクリアをしていきます。赤五条先生はどうしても今の戦力では離脱しちゃうからね。本当はゼロ下等がいれば話は違ってくるんでしょうけども、文句は言うな。早くクリアしてくるんだ。試したいこといろいろあるんだよね。頑張れ私、今日も可愛い。そうだな、今回は最初の方にバフをかけて途中休憩からのバフ再開と言ってみましょうかね。シンプルに早めに雑魚呪霊を倒すことを優先します。そう、あとに本当に呪力減らしてくるのめんどいな。最善、舐められるのはごめんだしね。俺を楽しませろ。手加減はしてあげるよ。邪魔すんな。これで要求かな。ここを2ターンでクリアしたのはいい流れだ。とりあえずここもバフをかけて早めに倒せるようにします。そんでもって後半でバフ調整をしたいと思います。可愛く叩き退屈させる。それじゃおしまいにしようか。授業を始めよう。みんな頑張って。これで様子見かな。だから呪力を下げるなって。リズム狂わせてくるなこいつらは。舐められるのはごめんだし。退屈させるなよ。それじゃおしまいにしようか。邪魔すんな。これで様子かな。相手の動きとりあえずここからは常に備えてバフをやるか。俺を楽しませろ。それじゃおしまいにしようか。授業を始めよう。みんな頑張って。さて楽しくなってきた。相手の可愛くいつでもいけるぞ。それじゃおしまいにしようか。さて楽しくなってきた。楽しませてくださいね。さて、ここもバフをやって、五条先生の赤でどれだけ削れるか、って感じだな。どれぐらい削れるか気になるところだな。それじゃ、おしまいにしようか。では、教育の時間だ。俺をさらに強くする。感謝の意を伝えねば。術式判定、赤。くっ。思った以上に削れなかったな。雑魚呪霊に呪力を削られたせいもあるな。完全なバフモリモリ状態にはなれなかった。その通りですか。用事をんじゃ、あと頑張ってね。さて、ここからが大変だな。どうやって15ターン以内にクリアしていくか。ここで西宮の必殺を打つかどうか迷うね。学長の必殺もやめておいて、次のターンに連携をやることにするか。どうしようかな。みんな頑張って。一番可能性が高いね。ほらほら、どうしたの。何、その程度ですか。その程度ですか。そろそろ終わりにしましょう。超絶の必殺が来るから、ここは学長と西宮の必殺を使っておきましょう。退屈させる。どうしようかな。ほらほら、どうしたの。総力戦だ。これで払い切る。
ブスな少年、可愛く叩き直す。行くぞ。ぶっ潰す。スタンにできたのはでかい。攻撃されないだけだいぶマシだ。やっぱりこっちじゃないとね。だがこのターンはどうしてもローゼフの必殺で人には落とされてしまうな。致し方あるまい。マットでないことを祈るぜ。吹っ飛ばしちゃって。ほらほら、クールだろ。おお、優位大活躍だな。混乱したおかげで必殺が一旦引き伸ばされたぞ。これでマットの領域展開を先に使えるな。飛ばしちゃって。領域展開、地平円ドンか。よっしゃー、さすがは割合ダメージ、ブレイク反応だぜ。うむ、今のうちに畳みかけるんだ。あともう少しで倒せるぞ。邪魔するな。俺をさらに強くする。感謝の意を伝えねば。無意点点。このターンでいけるかどうかだな。可愛く叩き直す。俺をどうしよっかな。授業を始めよう。みんな頑張って。ゆうふん。うっし。退屈せずに済んだか。予定通り離脱レーンに願いのミッションはクリアだな。では続いて離脱レーンをクリアしてみましょう。お次は体術デバフと体術攻撃特化で離脱レーニンを目指します。最初のうちの戦術としては先ほどと同じような感じで初デバフ増やしてからの様子見って感じになるね。そうそう、やっぱりこいつら本当にうざいから早めに倒しておきたい気持ちは一緒だからな。さて授業を始めよう。みんな頑張って。うむ、エトウ君の呪力も下げてほしくないな。相手の動きを可愛く叩き。さてどうする。授業を始めよう。邪魔するな。分かってはいたけど、先ほどよりターン数は多くなってしまうね。離脱レーニンのためには仕方がないわけだが。手数を増やしていこう。なめ。さてどうする。切り裂け。呪力消費は避けたいところだが、ここら辺で今一度バフをかけておくかな。攻撃陣にも一定の攻撃力を持っておいてほしいからな。授業を始めよう。みんな頑張って。よし、ではここからはバフをかけていきましょうかね。そろそろ潰そうか。任せろ。では教育の時間だ。みんな頑張って。面白い術式が見れるといいのです。そんじゃあここは西宮の必殺で雑魚呪霊は排除して、下等君のスキル3で体術デバフをかけまくるぞ。学長の必殺はデバフもあるから、ローゼツの必殺前に使う感じだな。それと互いを信じてを重ねて、なんとかローゼツの攻撃をしのぐしかないな。可愛く叩き直す。噛みつけ。よし、バフ、デバフの総攻撃だ。下等君のデバフが完成するまでもくといいのだが。任せろ。授業を始めよう。飛ばしちゃって。飲み込め。その程度ですか。そろそろ終わりに。ここ大事だわ。この攻撃をしのぎ切らないと。任せろ。ぶっ飛ばしちゃって。行くぞ、総力戦だ。これで払い切る。飲み込め。ギリギリ耐えた。その程度。マジで超ギリギリなんですけど。く、かわいく。あともう一ターン耐えなくては。任せろ。ぶっ飛ばしちゃって。噛みつけ。その程度ですか。耐え切りやがった。そろそろ終わりにしましょう。それはこちらのセリフだ。そろそろ終わりにしてやろう。授業を始めよう。みんな頑張って。交流やるな。すべて問題なし。殺す。行くよ。逃がすか。よしよしよし、いい感じよ。このまま押し切れる。総攻撃を仕掛けるしかない。できて。さてさて、邪魔すんな。飲み込め。
まだかかるのか。あともう少しなんだが。さてでは教育の時間だ。噛みつけ。何惜しい。だがもうこれで終わりだな。あ、終わりにしてやろう。邪魔するな。ガッツが私の一番可愛い。はい、可愛いです。というわけで全ミッションクリアー。これでなんとか賠償金が払えるかな。まあほんの少しだけだがな。お前らには引き続き働いてもらうぞ。まあしゃあないか。ということで今回の動画はここまでにします。次回の動画もぜひともお楽しみにしてください。それじゃあバイバーイ。バイバーイ。